こんばんは。あと55分で終わりですが、今日は2019年8月の4日。ここは JR 北海道函館駅から15分ほど歩いたベイエリア地区赤レンガ倉庫が並びます。今日はこの函館に泊まるということはせず、これからさらに南進、目的地は青森県青森市、明日の4時到着予定です。車の邪魔になっちゃうな。今回は節約旅行、明日はもうちょっと予算を確保できる見込みですが、まあ、少なくとも今日は5000円でやらなければいけません。もうすでにね、1500円ぐらい赤字になってるんですけども、まあ、その理由も含めて説明します。今、北海道&東日本パスという切符を使っています。これは JR 北海道東日本の普通列車が全て乗り降り自由になる切符です。ところが函館と青森の間、青函トンネルを通るところは全く普通列車が通っていません。新幹線しかありません。北海道&東日本パスを使っているお客さんには、特別に極端に安くなってました。プラス約4000円で新幹線に乗れるように、まあ、つまり新幹線特急券だけ買えば乗れるようになってるんですが、それでもやはり4000円は高い。1日宿泊費、交通費、食費、など全て込みで5000円で旅行してる人に新幹線代4000円も払われて、そんな無理です。てなわけで、宿泊費とそれから、津軽海峡を越えるための費用、それが一つセットになっている移動手段を使います。それがこのタイトルにもなっております津軽海峡フェリー。スターバックスに視聴者の方がいてですね、おごってもらっちゃいました。飲み物ではありませんが、食べ物をおごっていただきまして、お土産です。明日の、ね、朝ごはんなどに貴重に使わせていただきます。基本的にこういったご支援などは受けないという話はしているんですけれども、まあ、しかしそんなものすごく固くなに断る必要もないなということでして、まあ、もらっちゃったものはですね、ぜひ、効果的に使わせていただこうということと、まあ、それから普通に、ね、今まで自分で旅行してた時にもいろんな人から差し入れもらったりとかしてますんで、ありがたく、活用させていただくのがご本人にもね、一番の報いだと思いますし、どんどん持ってきてくださいと言いますが、原則っていうか基本別になくて、大丈夫なんですけど、差し入ればっかりで旅行をずっと続けるとかそういうことにならない限りはですね、このように本当にありがたいんで、ありがたく活用させていただきます。向こうに見えている船は昔 JR 北海道で使っていた青函連絡船、かつてのマシュー丸。昔は函館駅からそのまま船に乗って青森駅へ向かうことができましたが、現在そのフェリー乗り場というのは函館駅から離れたところにあります。あまりお詳しくない方は大きな船を全部フェリーと多分思われると思う、まあ、全然そういう考え方でもまあ悪くはないと思うんですが、フェリーというのは本来自動車の構想をする船のことを指します。青函連絡船は自動車を輸送するということはしません。鉄道車両を運びましたけどね。で、対してこれから私が乗る津軽海峡フェリー、それからもう一つ別の会社、青函フェリーというのがありますが、それらは自動車を運びます、まあ、つまり自動車のお客さんをメインに考えているわけです。そうじゃない人は青函トンネルくぐるだろうという考えです。で、そういう人たちが乗るんだったら、ちょっと港が少し不便なところにあってもいいよねということで、港まではですね、何か方法の手で移動しなければなりません。まずいまずい、ボート歩きすぎた。ふと時計見たらもう発車3分前じゃないか。途中のね、七重浜というところまでは列車で移動しないといけません。そうじゃないとタクシーとかで移動する場面って大変なことになるよ。気づけてよかった。発車1分前、彦根行きの最終列車、23時25分発です。七重浜駅、かつては JR の駅で北海道東日本パスでそのまま降りることができましたが、今はですね、函館から来る場合220円追加で払う必要があります。この駅は津軽海峡フェリーターミナルへの最寄りです。乗り場までは歩いて約20分、まあ、暗いですけれど車通りがありますんでそんなに怖くはありません。よし、頑張ってたどり着いた。まあ、20分ぐらいで着くんですけど、ちょっとゆっくり歩きすぎました。あれがフェリーターミナル、24時間営業の充実した施設だそうです。これビガビガと、やかましい光、これはパチンコ屋さん、駐車場が相当広大ですが、おそらく船へ降りた暇つぶしとかそういう人が使うことを前提にやってるんでしょうね。次の青森行きは0時20分発です。あと13分で出航、おそらくまだ間に合うと思うんですが、それに乗る予定もあったんですがちょっとやめることにしました。その船に乗ると青森到着が午前4時、それから40分45分歩いて青森駅に着きます。まあ1時間見ましょうか。で、そこから始発列車に乗って乗り換えて、7時ぐらいにですね、ムツツルラという駅で降りて、日本で一番長い木造の橋がありますので、そこまでこの荷物を持って、片道5キロ、歩いてですね、まあ、3時間時間ありますので大丈夫で、それで、その橋を見て戻ってきて、また、列車の旅を続けるという予定だったんですが、ちょっとね、疲れすぎた。さすがにもうこの疲れは明日にまたさらに早起きと、往復、3時間ぐらいかかるであろう徒歩で、もう何倍にもするのちょっとまずい。
と思って船を1本遅らせることにしたのです。その次の出発は3時10分の青森行き。ただ船の出発を遅らせるということと明日の行程をちょっと楽にするというのは本来は関係ないと思うんですが、何なのかというと、3時までですねこのフェリーターミナルにいても結構ここの施設函館側は相当ターミナルが充実しているので、快適に待てるらしいんですね。対して青森は函館ほど充実はしていないということで、じゃあ、函館でじっくりと3時10分まで休み、そしてそれからまた、船で明日の朝7時ぐらいに青森に着いて、ゆっくりのんびりとした旅を始める、まあ、それがいいのかなと思います。前の口が開く大きな船ブルードルフィン、これは見送ります。いやなんか思ったよりも素晴らしいところだったんですけど、これですよ、こんな感じでね、休憩所がこの3階と2階と吹き抜けになってるんですが、これ全部休憩所です。でそんなに人はいません。2階にはねなんか机スペースみたいなのもあって、そこにはコンセントもあるし、おそらく Wi-Fi もついてるようです。インターネットコーナーって書いてあったからね。このターミナルビルは、24時間空いているんだそうです。でさっきの0時20分って言いましたが0時半だったんですけど、0時半は見送りまして、その船が出た後、3時10分の船の受付をするんだそうです。ほど寝まして今2時59分、あと10分で出港です。次のお客様は船内中央エントランスくださいませ。喫煙室以外でおタバコは他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。船内での大型貨物トラック専用室ですので、乗用車、一般のお客様、またはこの船なんか前に乗ったことあるの、私青函フェリーに乗ったことあるんだと思うんですけど、津軽海峡フェリーに乗ったことがあったみたいな。この手のフェリーはねどれも大体同じ素晴らしいんですけども、あのシャワーは無料で石鹸などもついています。ただタオルは自分で用意する必要があるけれど、わこれがある、すごいな。これ皆さんご存知ですか、あのこのメダルはあの結構いろんな観光地とかにあるんですけど、すごい小さな会社があの全国でこうバーッと売ってですね、結構これで利益が上がってるらしいんですが、わ買いたいけどこんな買うお金あるわけないんだよな。いやーなんか名残惜しいけど、まあまた乗ることもあろう、その時の期待を込めて今回は買わないことにします。今日の日中ご紹介したおしゃまんべ、金谷のカニ飯、これね温めて出してくれるんですよ。かなりいい出し方、美味しいですよこれ。前に乗った時、大学1年生の時でしたが、ツイッターで知り合った方がね思っていたら、くださったんです。ありがとうございました。外のデッキはね転落防止のため夜間出ることはできないそうです。まあ、落ちたらもう絶対生きて戻れないですからね、この措置も仕方ないかなと思います。この出港の地七重浜、くしくも、戦争が終わってしばらくしてから昭和27年28年ぐらいのことだと思いますが、青函連絡船あのマシューマの1世代2世代ぐらい前のですね、東亜丸という船が台風の、予測に失敗して、台風のまさに、その最中出航してしまい、この函館湾で、ぐるぐる回って、そして最後には沈み、1400名を超える死者を出した、そのような場所でもあります。その1400名の亡骸が先ほどの七重浜に流れ着きました。駅から歩いて、15分20分かからないぐらいのところに慰霊碑があって、近くに温泉もあるんですけれど、私1回だけ行ったことありますが、なんとも重みのある慰霊碑でしたよ。また津軽海峡は夏のこの時期、イカ釣り、名物のイカを釣るためのイサリビが見られるはずです。海の上でイカを集めるための明るい光、まばゆく灯っていますが、まあ、ちょっとね今日のこの時間今もう3時半ですが、あの寝ておきたいので、まあイサリビは今回は諦めた方がいいかな。青森までの所要時間は青函連絡船時代と同じ3時間と40分です。
いや快適だった、実に良かった。やっぱフェリーターミナル、函館の桟橋も青森の桟橋も同じように整備されてましたけど、函館の方がちょっと大きいようです。どちらでも快適性は変わらないと思いますがね。で、そのフェリーターミナルがね、快適で、まず、ぐっすり眠り、船に乗り換えて、シャワーはもうなんか眠い目をこすりながらとか、まあむにゃーという感じでシャワーも浴びましたけど、でその後もう一回船でぐっすりずっと眠ってですね、結局、確か0時40分ぐらいに寝て、今6時50分ですが、6時間ぐらいはね眠れたかなと思います。体力回復になりましたよ。青森桟橋から青森駅までは徒歩45分、新青森駅までは徒歩、40分となっています。バスもあるらしいんですけども、なんか本数はそんなにないと。そしてまた、タクシーで行く場合はね、定額料金制度みたいなのがあるようでして、まあ、それはそのまま乗ったらその料金で行けるのかどうかは私は知りませんが、900円の運賃で定額で青森駅まで運んでくれるようです。ただ時間に余裕があるから私は歩きますけどね。それじゃあ本日5日目、これからはですね、また、青森を南下することになるかな。また次の動画もご視聴どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。